はい、皆さんこんにちは、コウです。こんにちは、テッシュです。はい、テッシュさんお久しぶりです。お久しぶりです。はい、今日はありがとうございました。ごちそうさまでした。大変美味しかったです。美味しかったですか？ありがとうございます。美味しかったですか？口に合いました。いや、めっちゃ美味しかったですね。はい、今日はテッシュさんからお土産をいただきました。はい。これです。じゃん。こちらは亀井堂さんの瓦せんべいでございます。わあ、亀井堂さんの瓦せんべい、はい。すごいですね。ちょっと開けてみていいですか？まず一個しかないんですけどね。一個だけ。でもこれすごい。なんなんこれ。わかりしてくださいこれ。これすごくないですか？え、これあれですよ。南森町グラスホッパーズさんのこれロゴ？そうなんですよ。オリジナル瓦せんべいです。はい、すっごい。こんなん作ったんですか？作りました、劇団でね。ああ、できたてほやほや。できたてほやほや。ほやほや。そう、じゃあもうこれちょっとぜひ皆さん、これ一回ちょっと、どこで注文できるんですか？これね、うちで注文して作れる、お届けできるんですけど。はい。ただ。はい、ただ。現在。はい、現在。売り切れ中でございます。今売り切れなんですか？今売り切れなんですよ。うわ、ご好評いただきまして。すごいですね。予想外に大好評だった。そうなんです。でこれ今ラスト1個でしたけど。そうなんです。すいません。これを今日のためにわざわざそうですね、木島さんにね、ぜひ一箱ね、お持ちできたらよかったんですけど、はい、いやいや、現状一袋という。ありがとうございます、はい、すいません。残り物には福がある。そうですね、ね、はい、これ2枚入ってますから、じゃあ、はい、ちょっと一緒にいただきましょうか。木島さんも食べてください。僕たちもたくさん。じゃあ僕、じゃあ1枚僕は手で食べるから、これ半分こシステム食べましょうか。わかりました。どう、終わっちゃいますか？ね、ちょっと、あ、なんかそんな言われたら割るの怖くなってきた。ね、ちょっと、仲良く半分こしませんか？しましょうか。仲良く半分こします。はい、よいしょ。おい、オッケー。はい、じゃあこれ1つ。 ありがとうございます。はい、それでは亀井堂さんの、はい、総本店の河原せんべい、元町、神戸元町にございます。はい、いただきます。いただきます。うん、めっちゃ美味しい。どうですか？なんで笑ってるんですか？めっちゃ美味しい。最後の一つ持ってきていただいて、いえ、ありがとうございました。美味しいでしょ？美味しい、めっちゃ美味しいです。というわけで今日はテッシュさんと一緒に亀井堂総本店瓦せんべい南森町グラスホッパーズバージョンをお届けしました。今日もご視聴ありがとうございました。素敵な一日をお過ごしください。素敵な一日をお過ごしください。それではまた。それではまた。木島さん作寸術いただきます。めっちゃうまい。木島さんが作ってくれたスンドゥブいただきます。めっちゃ美味しいです。木島さんが作ってくれた豆乳ラーメンいただきます。めっちゃ豆乳ラーメンです。めっちゃ美味しいです。最高。